続きまして、被害防止部門、個人の部において、農村振興局長賞を受賞された畑野健二様です。畑野様は、町内の猿の加害群すべてにですね、GPS の首輪を装着し、加害群を管理することで、猿の分布や誘導域の見える化と、あと住民への情報提供により効率的な追い払いを実践されておられます。また研修等の開催によって、地域住民の自治体の方であったりとか住民の方の鳥獣被害対策に対する意識変化に貢献されておられます。これらの取り組みが今回評価されまして、この度農村振興局長賞を受賞されました。それでは畑野様、準備の方はよろしいでしょうか。聞こえておりますでしょうか。今回、個人で受賞させていただきました、畑野健二と申します。今回は、個人での受賞なんですけども、やはり、僕としては、獣害対策携わって10年ほどになりますが、その10年間、当初、やはり地元の阿賀野市での活動を支援してくださった皆様、そしてそこで捕獲技術だったり山を相手にするということを学ばせてくださった猟友会の皆様だったり、あるいは陰ながら応援させていつも僕の味方になってくださっている松林寺拳法の新潟園木動員の皆さん、そして何より今阿賀町で活動させていただいている中で行政の方だったり住民の皆さんのご協力、そしてこのような危険と隣り合わせの職についていることを励まし応援してくださっている両親、そして家族、そしてまず天国のおじちゃんおばあちゃんにお礼を言いたいと思います。このみんなで受賞して今回いただいた賞だと思います。ありがとうございます。それではスライドの方に移らさせていただきます。獣害対策との関わりですが、まず平成21年から平成25年まで地元阿賀野市の臨時職員としてサルパトロール隊として活動させていただいておりました。その中で地元にもかかわらず初めて野生の猿の群れというものを目撃いたしました。でそこで感じたのがやはり耕作者と非耕作者での獣害に対する温度差を肌で感じ実感いたしました。ついで阿賀野市のサルパトロール隊の活動ですが、初めて野生動物をに目に向けるきっかけとなり、地元の猟友会の方に自然を相手にするという現実、そして先輩のパトロールの方に野生を追うという根本、これらを学び徹底的に現場で叩き上げをされ、最終的には当時阿賀町、失礼いたしました、阿賀野市では200頭ほどの群れがいたんですが、この群れを80頭まで捕獲圧をかけ、群れの縮小、被害の軽減に成功いたしました。ついで、新潟ワイルドライフリサーチ、現株式会社、ウィルコとの出会いになります。阿賀野市の臨時職員、任務の終了後ですね、現在の株式会社ウィルコ社長山本真紀氏の下で学術的な対策、そして野生動物管理等を学び、自身も猿の捕獲技術を生かし全国を回り捕獲指導に力を注ぎ、工作者、行政の方々、そして有識者が一致団結し一丸となることで獣害対策に取り組んでいくという必要性を呼びかけてまいりました。で、阿賀町地域おこし協力隊です。後に、阿賀町さんの方から獣害対策の対策員として、地域おこし協力隊として
阿賀町で活動していただきたいとのお声掛けをいただき、現在の阿賀町での活動を開始いたします。阿賀町での活動になります。まず、当初、阿賀町に来た時はですね、まず、これが一番最初に皆さんが、当たる獣害対策で、ぶち当たる点だと思いますが、まず猿を追う、あるいは追い払いをする、こういったものをしらみつぶし、やみくもに、やっている状況、これが阿賀町でもやはり起こっていました。で、その中にまず大前提として、まず群れを管理して追えるようにするっていうのが、一つの目標として、掲げられました。その中で、発信機、GPS だったりを、猿に装着するということから、始まりました。で、発信機の装着は、群れの中のリーダー格となるメス猿に取り付けます。で、オスの方は年によって群れを離れる、あるいは、市街地に出没してしまったりする、ああいったものは、はぐれざる、離れざると言います。ああいったものはオスがほとんどであり、オスは群れから出ていってしまうことがあるので、メスに取り付けます。メスはその群れから生まれた群れで一生を過ごすという習性を持っておりますので、群れの中のメス、そしてもう成長しきって成熟した、もうそれ以上首の太らないメスを捕まえて、発信機なり GPS 発信機を取り付けます。で、発信機を取り付けの際、麻酔を使うとどうしても時間も費用もかかってしまうため、無麻酔での作業、無麻酔で発信機の取り付けということを阿賀町では行っております。で、おおよそ捕獲から15分、20分程度で、猿に発信機、あるいは GPS を取り付けることができます。この場合、ストレスを与えずに、すぐに群れへ返せる、そして、離した猿、そしてその群れをすぐに追うことができ、追い払いだったり、捕獲に、即座にまた移れるということが、無麻酔での発信機の取り付けにおいての大きな、メリットと思います。続きまして、獣害対策の基礎を学ぶ講演会ですね。こちらも町内あちこち回らせていただいてます。まず大前提として対策を行う上で最も必要なことは、やはり団結意識です。猿も群れでやって大人数で畑を荒らしに来ます。こちらも大人数、たくさんの力で群れを相手にするということを学んでいただき、一人きりでの対策は物理的な面もそうですが、心がとても疲れてしまいます。まずはきちんとした対策を学んでいただき、マッチ単位での対策というのを、この基礎知識を学ぶ講演会からスタートさせていただき、スタートさせていきます。そして、続きまして、自分たちの集落を見つめ直し、獣害に強い環境を作る集落環境診断、このような活動も行っております。先ほどの勉強会で、知識をつけていただいた上で、自分たちの集落を見つめ直し、猿が集落へ降りてくる要因、原因、なぜここに猿がやってきてここを荒らしてしまうのか、そういったものを自分たちで、実際に現地を歩いていただき、理想的な集落を作るにはどうしたらいいのか、何が必要なのかというものを自分たちの目で見て体験していただきます。それで皆さんの体験していただくこと、していただいたことを現実的に対策として生かしていく、これを目的としたものとなります。続きまして、新潟県の鳥獣害被害対策本部、鳥獣被害防止対策指導者養成研修会、このようなものも、開催させていただいております。猿対策に必要となる、先ほどお話しした適正個体の捕獲、熟成した、メス猿の捕獲ですね。で、
この、メスザルの捕獲というのは、リーダー格となるおばあちゃんザルと呼ばせていただいてるんですけども、このリーダー格となるおばあちゃんザルはとても頭がいいです。安全な移動ルート、餌場、遊び場、そういったものを熟知したおばあちゃんザルがリーダーとなり群れを率いています。で、このリーダーを捕獲して発信機を取り付けるということが非常に技術的には困難であります。その技術を、猿の目線になり、その猿を捕獲するための1から10までの技術、こういったものを研修会の方で実際に捕獲研修として行わせていただいております。続きまして、現在阿賀町では29群すべての群れに GPS 発信機を取り付け、住民自ら行う追い払いなどの基盤ができています。地域おこし協力隊となった当初はですね、アンケートや目撃情報なので町には少なくとも従軍の群れがいるというふうには考えられていましたが、実際に発信機のテレメトリー調査や、GPS 発信機での、群れの管理を行っていく中で、29軍というものが、加害個体ですね、町内まで降りてきて被害を出す、群れが確認されました。で、その中で、こういった今見ていただいているような、GPS の移動範囲だったり移動ルート、こういったもので住民の方々もスマートフォンやパソコンでこういった画面確認することができますので、これを追い払いだったり自分たちの対策に役立てていただいております。これらの活動を行い地域おこし協力隊の3年間の任期を終えます。本格的な猿対策をスタートし、これからも向上していく阿賀町の力になりたく、平成30年新潟鳥獣警備を立ち上げ、獣害対策の町営者的存在を目指し、些細なことから親身になれる町に根付いた活動をこれからも続けていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。